魚のことなら鮮魚古川へ、ぜひよろしくお願いします。だから手がね、検証みたいな。これをすることで安心して調子で食べれるっていうことですね。やっぱり、ね、刺さったら後々ね。そうですね、子供さん食べようになるからね。魚嫌いになっちゃったら大変ですもんね。やっぱりこの辺はきっちりしとかないと。これ普通、それ専用毛抜きですか？これ毛抜きです。へえ。ちょっと大きめの毛抜きで。確かに、専用っても腱鞘炎になりそうなの分かりますわ。結構力入れます。結構ね。これもあるし、サーモンなんかも本人じゃなかったしね。ああ。サーモンのはちょっと大変ですね。手間暇かかりますね。ねえ。その分美味しい食べてもらったらいいんですけどね。さあ普通の家庭の人にもこう開いてくれとか、はい、骨を抜いてくれとか言ったらこういう感じでしてますよ。アジのフライなんかする時なんか抜きます。あとはもう揚げるか焼くか、ね、それだけです。